トルコののの国防省は8日、シリア北部でで新たたた。な軍事作戦の準備を完了しししとツイッターで明らかにしましたロイター通信はトルコ軍が7日夜から8日未明にかけてシリアとイラクの国境で攻撃を行いクルド人勢力の供給網を断ったとするトルコ当局の関係者の話を伝えていますこのトルコの動きをめぐりアメリカのトランプ大統領は8日トルコが必要のない戦闘をすれば トルコの経済と通貨を破壊するとツイッターに投稿し牽制しました。